が始まりました。インターネットを通じた学びを紹介するマナボの知りたい聞きたい学びたい、えー。本日は株式会社基盤インターンナーショナル代表取締役の石村正弘がお送りします。本日のゲストは気象予報士の佐々木さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、えー。気象予報士っていうとなんかお天気のお姉さんってイメージなんですが、普段どういったお仕事をされているか教えていただけますか。はい。 えと気象予報士、えー、としてあの肩書きで,です、ね、表に出るとこう、はい、お天気お姉さんだけのイメージがありますが奥、はい、にはです、ねあのまあ、その気象予報士さんのために原稿を書く人ですとか、はい、はたまた、テレビの関係ではなくてです、ねはい、本当に一般の企業に向けてお天気の情報を出したり自治体に向けてお天気の情報を出したりというような形で,です、ね、いろんなところに気象予報士が潜んでいるというか。なるほど はい、あのテレビに出てる人だけではなくて裏方も気象予報士の方が活躍されていいることこなんですね気象予報士ってなる中すごく難しそうな試験を受けないといけないしなんかいっぱい難しいことを覚えないといけない <laughs> イメージがあるんですが実際にはどういう勉強をしないといけないか教えていただけますか、はいまあ、あの難しいことは難しいんですけれども、はい、内容としては、まあ、理系理系と言ってますけれども、はい、主に物理。 勉強しないといけないというような状況ですね。と、はいうような状況ですね。い、あのー、ただ文系の人でも受かるぐらいの物理ですので大学で専門的なものを学ばなきゃいけないというようなものではありませんあそうです、はい、私もともと文系出身なんですけどトライすれば取れるような資格であるということですね。そうですねはい 実際にあの私は東京に住んでますけどこれ全国で簡単に講座を受けたりってことができるようになってるんですかえと講座自体を受けるっていう機会はですねやはりあの都心部ですかね、はい、あの人口密集地に行かないと、はい、なかなかこう直接講座を受けるということができないような状ほになほますい。そしたら地方の人は新幹線で来たり飛行機で来たりってことであの学ぶ意欲があっても資格を取るっていうのはなかなか大変なんですね。 そうですねそういう方もことがじゃあ背景にあって、はい、e ラーニングにしようということになったんですかね。そうですね、はいあのー、やはり地方の方もですね、はい、まあ手軽にというのもあれですけれども、あのー、いろんな学習するツールがある方がいいかなというふうに思いまして、はい、え e ラーニングやらせていただきました。 あります。だから聞くところによると、パソコンだけではなくて、スマートフォンで見れたりとか、いろんなこう携帯で見れたりってことなんですけども。も実際にそのコンテンツを拝見することっていうのは、可能なんでしょうか。あ、はい、ぜひご覧ください。じゃあ、ぜひその講座をご覧ください。大気の状態ってどういうことかというとですね。人間で言えば、あの体重とか体温とか血圧なんか。いったような、そういう健康状態みたいなもので、大気にも。 健康状態その状態を把握する必要があるんですね。まあ、大気の健康状態っていうとどういうものかというと温度、密度、圧力というものがあります。でこの温度とか密度、圧力をですねこうつなげる一つの関係式がありましてこれが気体の状態方程式っていう、えー、方程式で結ばれているんですね。でまあ方程式なんていうと。 ちょっと難しい話になっちゃいそうなんですけれども結構じ身近な、えー、存在であります。どういうことかっていうと例えば気圧が同じなら本当大きくざっくり言うとですね温度度がが高いい、いい空気ほど密度が小さい要すす。るに軽とうことですあのエアコンとかこう部屋でつけてると天井の方ばっかりあったかくなって下の方にあったかい空気が来ないなんていう話、えー、よくそういう経験をされたことはあると思うんですけれども要するにそういう話です。 気体の状態方程式というのはそういう話ですね。例えば山の上だと気圧が低いって言いますけれども、なんでかって言うと地上からこう上に乗っかっている空気よりも山の上の乗っかっている空気の方が少ないですよね量が。ですから山の上の気圧が低いということになるんですね。気圧っていうのは空気の分子がですねこう 動き回ってるんです、ね、その飛び回るこう空気分子が互いにこう衝突したりやれ地面にぶつかったり壁にぶつかったりその衝突することによって衝撃がどん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 加わっていくんですねその衝撃が積み重なることによって気圧っていうのができているというふうに考えてください。ですから例えば、えー、丸1のようにですね分子が少ない。えー 小さい分子が少ないっていう状況、丸一番のような状況ですと、まあ分子がこうと飛び回ってはいますけど、ショはい、どうもありがとうございました。非常に図が多かったり写真が多かったり分かりやすく作ってあるんですね。あ、そうですね。はい、あの図とかで、ね、説明しないとこう、はい、うまく伝わらないみたいな内容ですので、はい。はい 非常に作るのって大変だったんです分かりやすくこういう難しい内容を分かりやすくっていう何かこう工夫をされたところってあるんでしょうかやはりですねあの大気の構造とかっていう話になると図示化しないと言葉だけでは説明できない部分がありますのでそういうものを図示化するところをいろいろ工夫というかまあ苦労し、ねはい、しました実際にもう少し詳しいことを知りたい場合はここに今画面に URL が出てますけどここにじゃあ アクセスすれば詳しいことがわかる。<laughs> はい、そうですね。か、はい、りました。そしたら最後になりますけれども、このテレビを見た方、気象予報士という職業について興味を持たれた方にぜひアドバイスまたメッセージをいただければと思います。はい。えっと気象予報士の試験ですけれども、はい、お天気が興お天気に興味があっても難しいということでですね、はい、なかなかこうチャレンジする前に諦めてしまう方も多いと思うんですけれども、はい、まあ根気よくですね勉強をすれば。 あの文系の方でも、はい、あの決して合格できないようなそういう資格ではありませんので、はい、あのぜひです、ね、お天気に興味があったらあの<う>チャレンジしてみてほしいなと思います,そうですこの構図からたくさんの気象予報士の方が登場すするといいですね、はい、本日はどううもありがとございましたどうもありがとうございました。